だからどっちが先か分かんないから、なんか要するにニワトリが先か、ま、卵が先かみたいなの結論は出さずに、どっちも見るみたいなことで、どっちもあるみたいな感じで、そしたらその早ゆっくりの方を見た時の方が、その直せるものの時はこっちを見て、まあ、だけどそうそう、だからただこっちの早い方の速度で見た方が分かる時はそっちを見てみて、これが常に対照的な同じものなわけじゃん。だから自分がそのスピードに動いていて、これらこっちは動いてないわけだから、この自分動、まあ、地球は動いていくよね、その自分がこのそのサイクルになったスピードになった時とそうじゃない時っていうのは、要するにあのサイクルは一緒なんだよ本来の。だけどどう見えるかって見方が変わってるんだよね。そのなんかまあスピードが速くなれば、いつも思うんだけど、その時間、スピードが速くなれば時間は短くなる。だけど時間が短くなるけどスピードが速くなると、例えばエネルギーが必要になってくるとかね、燃料が必要になってくるとか、ちょっとこの金額が高くなるとかね。でだけどゆっくり行った方がその時間はかかるけど、その時間かかるところで楽しくね、あのクルーズ船みたいな、ちょっとクルーズ船もね最近みんな乗らないみたいな、その時間をどうに楽しむかっていうのは、またそれもまあ一つエネルギーになると思うしね。まあ、考え方一つなんだけど、歌うときにすごくその流れのエネルギーを見てるように、普段の生活の中でも見てる。だからその時だけ見てるんじゃなくて、で皆さんこう歌を歌ってくれると、その時にその普段考えてないところが全部出ちゃうん でそこは読んでるから、私の場合はそこをまあ分かるようにこうちょっとこうツッ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 ターンとポポ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 生きてる間にあるもの全部エネルギーなんじゃないかなと思うし、光もだっていわゆる 波動でしょ、まあ、その質量とかそういうものになってくるとまたなかなかあの、うん、難しいっていうか、そのね、なんか魔法みたいな、そんなこと言ったらもうええっていう話ばっかりなんですよ。波動自体もだからね、海の水の中だったらね感じるけど、すごい空気の中だとそんなに感じなかったし、そこでもあの悪い意味じゃなくていい意味で敏感になってみるっていうのはまあおすすめかな。そうすると、まあ、敏感でそう過度でなんか傷つきやすいとかじゃなくて、で逆にそういう傷つきやすかったりする過度な方はこちらにこう変換していただくと、あのもっともっといい、なんていう使えるよ、ここですごい敏感な方が得なこといっぱいあるから。そうですね、だから、そのなんかわかんないけど、テレビでその 残虐なニュースが流れるところに敏感を置くんではなく、例えば歌うことで敏感を置いたらっていうのことを先生おっしゃってるんで私何言ってるんだろう。通訳ありがとう、通訳ありがとういやでもなんか本当そういう、で使い方、私たちが持ってる可能性、まあそれ私はちょっと可能性聞いてるけど、可能性でさえもねエネルギーだもんね、はい、もう無理っくりエネルギーでまとめてるから、ね、いやでも本当、いやでも嘘じゃない、本当だ、そうだよ、本当だよ本当だよって言ってたまあでもそんなわけでなんかね、じゃあ話としてそのエネルギーの話がうまくまとまったととても思えない気持ちでいっぱいだけど私が一番心配なのは、まず私は墨田区に住んでるということと、もう一つは今日の話が皆さんに伝わったかどうか。はい、か。まあコメントください。なんか今度私たちになんかこういう話をしてほしいなとかいうのがあったら、ね、ぜひぜひぜひコメントをもらったら嬉しいかなと思います。はい、今日は分かったか分かんないかっていうのも反応が知りたい。知りたい。本当はね。本当はね。はい。だってなんか言うとうんって言ってるもんね。そう、うんっていうのは、うん、これ私自分の中入っちゃって、うん、聞いちゃうんだけども、あら、そういえばこれは撮ってるやつじゃんと思って、やばいのね。と思っちゃう。まあでもなんか、ちょっとでもね、興味持ってもらえたらありがたいと思います。はい。じゃあまた来週ということで。はい、また来週。ありがとうございました。